特に縦断する石油パイプライン。総延長は約1 3 0 0トルに及ぶ。アメリカ合衆国アラスカ州にあり、北部の油田地帯プルドウェイと南部の港バルディーズを結ぶ。1974年に工事が始まり、1977年に完成した11のポンプステーションがあり、それぞれ4台のポンプで構成されている。 電動式のポンプはディーゼルもしくは天然ガスで発電された電気で作動する。計画時には12のポンプステーションが予定されていたが実際に建設されたのは11だった。一部の地域では永久凍土場にパイプラインが付設されており、パイプラインの熱で永久凍土が溶けないように行くにはヒートパイプが採用されており、地中の温度が大気温より高い場合は電動して、 地中の温度を放熱器から放熱することにより、地中の温度を冷やし、大気の温度の方が、地中の温度よりも高い場合には熱を遮断する構造になっており、永久凍土が溶け出すことを防ぐ構造になっている。これにより、打ち込む杭の深さが浅くても済むようになっている。パイプの直径は48インチで、すべて日本製であり、 厳しい温度変化による金属の伸び縮みを考慮した結果ジグザグに配置されている。ありがとうございます。